はい、岡本です。今日はですね、認知症、アルツハイマー型認知症ですね、になりやすい性格というか生き方というかね、の話をしていこうと思います。これに当てはまる人はね、アルツハイマーに非常になりやすいので気をつけてもらえればなと思います。ちょっと怖いですけどね。まあ別に今、これね、聞けたらラッキーなんで、ここから正していけばいいと思いますんでね、ぜひやってもらえればなと思うんですけれども、認知症になる理由っていうのは脳、内臓、筋肉、心のこの4つの機能低下なわけですから、まあ心の話も本当に重要です。まあ5年前、認知症の改善を本気でやろうと思った時っていうのはね、僕は本当にね、ロジカルな方なんで、まあ物質的なことばかりとらわれてましたね。まあ脳のことばっか勉強してたし、次内臓のことやったしね、で筋肉のこととかね。ただそれじゃね、まあ良くなる人もいるし、なるんですけど、なんかなりきらんというか、なんか違うなっていうことがあって、まあその時にたまたまね、心の話とか教えてくれる人に出会ってね、さらにこう飛躍したっていうのがあるので、まあ今日はそういう話をしていこうと思います。なんか心の話とか言うとね、宗教とか言う人いるんですけれども、心だけがね、心だけやっててもダメですからね、脳、内臓、筋肉、心ですから、ね、この4つが大事だってことを頭に置いて今日の話を聞いてもらえればなと思います。ただ、心、体ってね、身体って心、体って書くじゃないですか。まあ、心が先なんで、どれが重要ですかとかね、たまに聞かれるんですけど、強いて言うなら心が重要じゃないかなと思いますので、まあ、今日の話は本当に重要です。はい。で、アルツハイマーになりやすい人、まあ何回かね動画で言ったかもしれないんですけど、今回ね質問が来てですね。うん。で、アルツハイマー型認知症になりやすい人っていうのは、まずね、自分勝手です。自分勝手の人がアルツハイマー型認知症になりやすいですね。で、この話を多分、2、3ヶ月前ぐらいかな、どっかでした時に、こんな質問が来たんですね。ちょっと読ませてもらいます。はい。読ませてもらいますね。我慢して我慢して生きてきた人が認知症を発症し、一気にわがままになりました。古いしきたりの中で家業と夫と子供たちのために自分を犠牲にして生きてきたように見えました。認知症を発症してから自分勝手になったと思っていたのですが、ここですね、認知症を発症してから自分勝手になったと思っていたのですが、この人は元から自分勝手だったということでしょうか。だとすると、私は今まで何を見てきたのか、この人の人生は何だったんだろうか、ということで、まあ自分勝手が認知症になりやすいよと、まあアルツハイマーなんですけどね、アルツハイマー型認知症になりやすいよと言ったときに、まあ、家業と夫と、まあ、子供です。まあ、嫁、姑問題とかあったんですかね。まあ、そんなのもありながら、まあ、我慢してね、自分を犠牲にして、生きてきた人は何が自分勝手なのかっていう話でね。はい。で、僕もね、最初は自分勝手ってね、言われた時に、まあ、こういう人のことを、自分勝手じゃないと思ってたんですけれども、まあ、この人はね、すごくこう我慢して生きてきた人なんで、まあ、なんかね、もう、見るからにね、誰もが見るからに自分勝手、なしだったらいいんですけど、こうやって我慢してきた人がね、これが自分勝手って言ったらすごくこう、かわいそうな気持ちするんですけど、これはね、自分勝手なんですね。で、ここでね、質問なんですけど、自分勝手って何か知ってますかねっていう話なんですね。僕もね、これ知らなかったんですよ。ね、自分勝手って何ですかって言われた時に、まあ、自分の都合をよくやるとかね、自分の都合をよく生きるってどういうことってね、言われてね、皆さんこう自分勝手の定義が分かってないと。なので、まあ、今からですね、自分勝手じゃない生き方っていうのはどんな生き方かっていうのね、話をしていこうと思うんですけれども、見ざる、聞かざる、言わざるって知ってますかね。ね。まあ、孔子っていう人はね、紀元前に言ったこ、こう、何かな、広めたんですけども、実際まあ、孔子も誰かが動きで広めたんですけど、まあ、孔子の場合はね、礼節に背くようなこと、うん。まあ、あんまりよく世の中にとってね、こう、礼儀がなってないとか、節度を保ってないようなことを、まあ、見るな、聞くな、言うなってことを言ったんですけど、これね、もっと前を遡ると、登っていくと、まあ、実際は、そういう風にね、使われてた言葉じゃなくて、うん。で、どういう風にね、こう、使われてた言葉なのかっていうとですね、見ざる、聞かざる、言わざるじゃなくて、この三つの生き方は、世の中の人はよく見極め。ね。人の言葉には耳を貸し、自分の意見をしっかりと述べる生き方を教えたらしいんですね。それがちょっとこうねじ曲がっていって、まあちょっとわかんないですけどね、紀元前の話なんで。まあ、ほんで今はね、もうなんか見るな、聞くな、言うなみたいになってますけれども、そういうことじゃなくて、もう一回言いますね。世の中の人はよく見極め、人の言葉には耳を貸し、自分の意見はしっかりと述べるっていう生き方がですね、自分勝手じゃない生き方になるんですね。はい。じゃあこうなった時にですね、この方が自分勝手じゃないかっていうと、自分の意見はしっかりと述べてるかって言ったらね、述べてないですね。自分さえ我慢しとけば、
まあ丸く収まるだろうみたいなことになって生きてきたと。だから結局ね、間違ってたらこうしっかりと意見をね述べなあかんかったんですけど、述べれなかったと。まあ別に強く言わなあかんわけじゃなくて、なんか言い方変えるとかね、なんかうまくやったらよかったんですけど、その人はこれができてなかったということで、でも結果的にですね、認知症になって、わがままが爆発してしまったみたいなことになってますので、もしね、あなたがですね、こう世の中の人をしっかり見極めてないとか、なんかこう偏見の目で見てしまったりとかね、誰かの意見に左右されてね、見てしまったりとかしてるのであったら、それは自分勝手だし、人の言葉に耳を貸してない。まあ、ちゃんと聞く身を持ってないってことですね。まあ、それも周りのね、意見とかに振り回されて、なんか今やったらね、ネット情報でなんかいろいろこう、言われるじゃないですか。ね、ネットであいつはああなんだとかこうなんだとかね、ちゃんと見もせず、聞きもせずね、言わんとね、うん、やってたりとか。で、自分の意見はちゃんと言わんとこう、陰口叩いてたりとか、ネットで匿名でなんか書いてみたりとか、なんかそんなことじゃないですか。そういうことやってると自分勝手になって。そして、結果的に、まあ認知症の中で言ったらアルツハイマー型認知症になりやすいということになってます。で、日本っていうのはやっぱりまあ食べ物が悪い、とかね、そういう電波の問題とかね、なんかいろいろ言われてますけども、まあこのね、自分勝手な生き方っていうのもなんかね、パッと言っただけでもいろいろ出てくるじゃないですか。っていうのが広まってるってことなので、この動画を見てるあなたはですね、これが自分勝手じゃない生き方になりますので、ぜひ参考にして。いきなりね、変えるとか無理だと思うので、僕もね、じゃあお前できてんのかって言われたら、まあ、ちゃんとできてないところ、山ほどあると思うんでね、一緒に、アルツハイマーに、ね、ならないようにしていけばなと思います。はい。そうすることによって、まあ世の中も良くなっていくと思うんで、一石二鳥じゃないかなと思いますので、ね、ぜひ参考にしてみてください。もう一回最後言っときますね。世の中の人はちゃんと見極めて、人の言葉には耳を貸して、そして、その上で自分の意見をしっかりと言う。何もね、あれですからね。見極めもせず、期間もせず、自分の意見だけ言うてるところも自分勝手になりますからね。うん。まあ、世間一般で言う自分勝手ってのは、そういう自分勝手なのかもしれないですけどね。本当はこの3つが大事だってことなんで、ぜひ押さえておいてください。はい。本日も動画をご覧いただき、本当にありがとうございました。よかったら、いいねとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。では、また、さよなら。